セは以前から定評があるんですけども、なんかより強力になった、安定したような印象ですね。こちらはキレです。神田尾のコンシューマー向け VR カメラ、クーカムシリーズ。こちら初代クーカムは360度と VR180 のハイブリッドタイプ、そしてクーカム 8K ではコンシューマー向けとしては世界初となる 8K の解像度で、さらにはスマホ用の360度カメラユニット、クーカムファンだったりとか、ステレオカメラのクーカムイーゴ、このようなカメラがあるんですけれども、このクーカムシリーズの新製品登場しました。こちらクーカム3でございます。今カメラ4つご紹介しましたけれども、クーカム3、何が3なのかっていうと、この360度カメラとしての3代目ということでございますね。ではまずは本体を確認してまいります。これね、本体ね、レンズキャップもね付属してるんですよね。よいしょよいしょ、結構大きめなレンズがついてますよね。で、形状としては GoPro Max に近い印象です。これ見てわかる通り、魚眼レンズが表裏に2つついてるんですけども、このね、後軸が揃ってないですよね。こうレンズがずれて装着されております。で、センサーがここにあるってことなんですけども、このセンサーが従来よりも大型化しまして 1.55 分の1というサイズでございます。で、さらにはこのレンズですね、このレンズが F1.6 という明るい大口径のレンズが採用されております。このセンサーとレンズによって光を取り込む量っていうのが大幅に向上したんですね。それがこのクーカム3の最大の特徴と言って良いでしょう。まあ、電源入れてみましょう。電源上長押しですね。はい、起動しました。このタッチパネル液晶、横長のタッチパネル液晶が搭載されております。で、シャッターボタンはこの上の部分ですね。この画面の左下の部分、ここに今ね、カメラマークがあると思うんですけども、ここをタップするといろんなモード変更ができるようになります。タイムラプス、動画で、静止画、写真ですね。で、 DNG8 にインターバル撮影で、ブラケット撮影ですね。こういったモードが変更できるようになっております。あとはレンズのインアウトを切り替えられたりとか、機能をここに割り当てることができたりします。で、防塵防水性能は IP68 相当ということで、まあ、雨に濡れるぐらいだったら全然問題ありません。水の中にドボーンと突っ込んでも多少は大丈夫ですね。で、さらにはこれ、マイクが4つ搭載されております。 VR の空間音声に対応ということですね。この横の部分、ここ開けますと、よっ、これね、蓋ね、外すこともできます。バッテリーは取り外し可能です。予備バッテリーを持ち歩けますね。で、さらにここにマイクロ SD カードスロットと充電用の USB Type-C のポートがあります。まあ、本体はこんな感じですね。まずは写真なんですけども、最大解像度は62メガピクセル、 11K という解像度ですね。これはコンシューマー機の中でも解像度かなり高い方ですよね。で、 JPEG だけではなくって、 DNG ローで記録できます。これで後から色の補正などが容易ということですよね。で、さらには DNG8 といって、8枚バババババッと連続して撮影して、それを1枚に合わせたりとか、ブラケット撮影で露出を変えて複数枚撮影して、これも後から明暗差の激しいようなところを綺麗に編集することが可能です。動画は最高解像度が 5.7K の30フレームパーセックですね。あとは 4K の60フレームパーセックというモードでも撮影ができます。手ブレ補正は以前から定評があるんですけども、なんかより強力になった、安定したような印象ですね。走り回って撮影しても全然ブレませんでした。タイムラプス撮影では 5.7K の動画として記録されますけれども、あとはインターバル撮影というモードがありまして、これ試してないんですけれども、最短1秒間隔で 11K 62メガピクセルの静止画を連続して記録することが可能です。で、今回はカメラの他にこの自撮り棒
いわゆる見えない自撮り棒ってやつですね。この自撮り棒 120cm の長さのものです。で、さらにはこちらモーターサイクルマウントバンドル、こういったキット送られてきました。ちょっと中身見てみましょうね。はい、自撮り棒はこんなです。こんな短いんですけども、ビヨーンって伸ばすと 120cm ですね。これね、かなり軽量なんですけども、しっかり安定して使えます。で、ひねったりせずにただね、ビヨーンって伸ばすだけなんで、こう展開も楽ですよね。あとはね、これがモーターサイクルマウントですね。こうクランプがついてまして、ここのネジを緩めるとここが自由にグニグニと動かすことができます。これで角度を決めてキュッと締めてあげれば固定できるってことですね。で、このクランプのパーツ以外にいろいろ入ってまして、こういった、これはアルミ素材でできている、なんていうんですかね、延長ロッドっていうんですかね、こんなものとか、アクションカムのマウントですね、こういったものが入っておりました。クーカム3は本体単体だけではなくて、こういったキット販売もされるということでございます。で、これ実際に使ってみて感じたのは、やっぱ手ブレ補正が安定しているので、360度アクションカメラという位置づけになるんじゃないかと思います。それで言いながら静止画の解像度も高いですし、 DNG で記録もできるということで、かなりこれオールマイティに使えるんじゃないかと思います。で、最大の特徴であります、この大きくなったセンサーと明るいレンズということで、光を取り入れる量っていうのが従来のコンシューマー機の1インチサイズのモデルと大体同じぐらいということなんですよね。なので暗所にも強くなったということなんですよね。で、今回僕はね、作例撮れてないんですけれども、10月にニューヨークに行くので、マンハッタンの夜景なんかこれでいろいろ撮ってきたら、かなり綺麗な作品が撮影できるんじゃないかと思います。これはまた追ってニューヨーク帰国後にいろいろ作例お見せできたらと考えております。で、こんなにいろいろと撮影できる360度カメラなんですけども、なかなかお手頃な価格帯ということで、これ1台あればね、動画も静止画も綺麗に撮影できるんで、本当にいろいろ便利に使えるんじゃないかと思います。で、さらにこのクーカム3は 8K 対応のウルトラという機種も開発が進んでおります。こちらの登場も楽しみですね。今後もこのカンナオのコンシューマー機注目してまいりましょう。